イエロー、マジック、オーケストラ、YMO のドラマーとして活躍したミュージシャン高橋幸宏さんが死去したことが15日、分かった。70歳、ミュージシャンでバンド筋肉少女隊の大月健二は15日、自身のツイッターを更新、訃報を受け、高橋さんとの逸話を明かした。YMO の人気曲、ライディーンの替え歌を作った時のことを振り返り、昔、ライディーンに勝手に歌詞付け歌って音源作ったらその後ネットで拡散。数年前幸宏さんのフェスに招かれ、これそれやれってこと、おっかなびっくり歌付きライディーンやって大受け、楽屋に戻ると、しょうがないな、という表情の幸宏さんが微笑んでくださいました、と綴った。大月は、かつて、80年代前半に結成したユニット、空手バカボンで、ライディーンのメロディに乗せ、別の歌詞をつけた曲、来たるべき世界を歌ったことがあった。ネットの声、まあ幸宏さんの鼻歌が確か、今日大野を、仕事初うらあかった。だからまあいいんじゃないかしら。携帯時代に着メロで幸宏さん、ライディーンの著作権料がものすごかったって話聞いたことがある。悪の草でもそうだけど、王権の良いと感じた物事をガンガン取り入れていく創作意欲って素敵なのよね。歌詞をつけたのは、空手バカボンの曲ですね。初めて聞いた時ハラハラしました。こんなことしていいのか、許可は取ったのかと心配しました。勇気があると言うか、無茶するよな、というか、でも、空手バカボンっていうユニットがあるってみんな知らないよね。でもライディーンに歌詞をつけるなら、これしかない、ってくらいにハマってるよね。幸宏さんや YMO のメンバーはシャレが通用するからね。面白い。ドテラの YMO も空手バカボンも探せばある便利な世の中になりました。しかし、寂しくなりますね。テクノ、ライディーン、演奏はロボットに任せたぜ。プログラムは OK さ。自称、最後のテクノバンド、空手バカボンの、来たるべき世界、という歌ですね。テクノコンピューター、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南、5。